ブラボーです。今日はですね、大阪まで来てまして、ちょっと淀屋橋界隈まで来たんですけども、ちょっとね仕事せなあかんことがあります。パソコンを開いて、まあ、Wi-Fi つないでどっかないかなと思ったところですね、この北浜ね、淀屋橋もそうですけどもにあります双方ボックス北浜さんに今日来てちょっと仕事をさせていただいております。泥っぽいって言ってね、来てちょっと仕事させてないみたいなね、1時間500円なんですね。好きでしょ。査定員ってやるよりね、安いんじゃないかと思って今ちょっと作業させてもらってますけども、ここのね、代表の、河原田さんいらっしゃいますので、ちょっとご紹介しておきましょう。今日、河原田さんです。ここ、入り口がこっちになるんですけども、入ってきたらここでもうね、見張ってますんで、よかったら声かけていただいて、でも便利ですよね、ちょっと来てやるのにね。で、1時間500円。1日1000円。ほんならもう1日でね、1時間半とか2時間おった方がいいんじゃないかな。1000円だから安いね。出入り自由で、あ、出入り自由で。あ、いっぺん出て入ってきても、ずっと1000円。もう住んだ方が安いよ。感じもしますけどね。ということで、ちょっとしばらくここで、お仕事して帰りますので、皆さんもよかったら、この北浜近辺来た時ですね、ぜひ、ご利用いただいたらと思います。